って書いてあるの。読めねえ。その一番肝心なさ、上の3桁の文字が消えてんの。なんか隠してないとでいい。700だか800だか。出た。世界の名犬牧場。メイケンポッシーっていうのがいるかな。オミさんっていうの初めて聞く。え？オミさん。オミ？うん。オミって名字の人。うわ。マロニエ。ちょっと。なんかわかんない。さっきの松姫のイメージがあったからちょっと謎のマロニエ。タイっぽい。なんかね。中国であれだ。多分。カマ、カマっぽいのあるけど。やってんの？でもやってないっしょ。赤木の思い出とかだけど閉店さでしょ。なんか走りゃっぺえ車が来てたな今。そりゃまあ赤木行くからね。86いっぱい止まってるかな、うん、赤木神社行くじゃん、はあ、その後あそこでいいね。渋川行っちゃっていいね。あの秋、まあ、なんかあの辺ゆっくり秋菜じゃねえ春な。もうイニシャルに赤木の方ゆっくり真ん中散策しよう。あトウモロコシ畑だ。うん、あれ歩かないの。あ、いや全然。あ、もう歩くのかと。俺あんまりちょっと今日のカリキュラムは張って、カリキュラムっていうかスケジュール上がってねえから。あ、いやなんか散策したいじゃん、せっかく来たの。あ、じゃあ行こうか。なんか堪能したくね。うん、なんかもう登山しないならそのなんかハイキングじゃないけど。いや、もうハイキングで。ハイキングしよう。だからなんか公園があるのかな。なんか良さそうな公園だよ。おママっていうか。は？おママ。あとやっと思い出したが江戸春美さんだ。はここでこのホテルのハートライトの狙いがちょっと嫌だね。何あのハートバツしたのでしょ。え何これやってないってことじゃない。あそういうこと、まあ、それともう夏終わったから終了しましたと。ゆうべしないトウモロコシ
だよね、そういうの。うん、遮ってなかった24度だよ、ここで。上やべんじゃね、半袖で行ったら。あ、ごめん、29度だった。抵抗するね。登山帰りっぽい人がチャリで降りてきた。何島っていうのこれ。あ、違った。豆島。オートレース場。前の車はあれかね、車中泊でもするのかね。多分だけど、赤城のあそこまたくるくる回ってね。前滑ってたじゃん、マックス。あ、違うか。でもあのバンだから車中泊するんじゃない。先行けってこと。ああ、そういうこと。荷物いっぱいだからスピード上がらないんでしょ、多分。やってると自分は1ミリも悪いことできませんっていうのを逆にアピールしてるもんだから、まあ言ってるね、よっぽど正義を振りかざして間違いのないようにやってらっしゃるんでしょうね。最悪あなた登山してますけどそれバクテリア殺してますよって言ったらおしまいだから登山を真っ向からして、ね、極論言ったらね、登山ってね、俗に言うそのさ、自然の生態、野生動物の生態系を荒らしてる行為の一つでもあるからね。まあ歩いてる人実はそうなんだけど、で人間だから大丈夫とか、あ、よくわかんないよね、あの犬だからダメとかさ。え、人間だってさ、菌持って帰ってきちゃうでしょと思ったけど
そっちの方が謎だよねって、うん、多分動物の方がいろんなワクチン接種してるから意外と感染しねえぞ。